日本陸上競技連盟公認、大分合同新聞社杯、大分シティハーフマラソン2013が14日、大分市営陸上競技場を発着点とするコースで行われました。開会セレモニーが午前9時より行われ、主催者を代表し、大分陸上競技協会の糸永副会長が挨拶。スタートの号砲です。レベルの高く、活気のあるレースが展開されそうな予感がしております。選手を代表し、大分東明高校駅伝部の菅原優希選手が優勝の栄誉を目指し、正々堂々競技することを誓いますと宣誓しました。今日はなるべく実業団の選手についていきたいと思います。先頭集団についていけるように、学生最後のハーフマラソンとなるので、しっかり結果を残したいと思います。自由団の選手も出るんですけど、負けないように頑張っていきたいと思います。新年一発目のレースなんでですね、とりあえずうまくまとめて、頑張って走りたいと思います。午前10時にハーフマラソン、3分後に10キロマラソンがスタート。選手は海から吹く強い風の中、沿道の声援を受けながら力走しました。この大会は市民ランナーの中でも自己記録を目指す競技志向の高い選手が集まる大会で、今年は高校生から70歳代まで過去最多を200名も上回る1314名がエントリー。大分市街のコースを駆け抜けました。ハーフマラソン一般男子は旭化成の荒川武弘選手が1時間5分14秒のタイムで優勝。県内1位には日田市立教の田吹隆一選手が1時間5分53秒で総合でも2位を獲得。他の実業団選手も出てたんで、その選手に勝ててすごい自信になりました。ちょっと自分にとっては速いペースで進んでたんですけど、うまく、もうちょい粘っていければよかったんですけど、まずまず一発目でレースとしてはよかったと思います。一般女子にはキャノン AC 九州の矢野由香選手が1時間14分28秒のタイムで優勝しました。距離を意識してちょっとペースを抑えてしまうんですけど、やっぱりそれじゃ記録も狙えないので、今回男子と一緒ということで男子の力を借りて最初は思い切り行こうと思って走りました。10キロ一般女子はAPU のジエシンタ・ワンブイ選手、高校男子の部は大分西高の山本裕樹選手。結構ちょっときつくて最後1回前出られたんですけど、最後ゴールが見えて1位取りたかったんで最後粘ってあげることができました。
高校女子の部は大分西高の森涼子選手が優勝しました。高校2年なんですけど初めてだったんで、きつくない、きつない、いいレースになりました。